はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ニキータです。2月23日金曜日のモスクワの日中の気温はプラス2度、最低気温はプラス1度と暖かくなっております。予報を見ますと、来週からは日中はプラスの気温が続いております。雪景色もいいのですが、早く地面が見たいです。しかしまあ時が経つのは早いもので、今回は2月最後の週末となってしまいました。気がつけばもうすぐ3月です。春の到来が待ち遠しい今日この頃です。ということで、今日も時事ネタをお届けいたします。いつものようにどうぞラジオ感覚で最後までお付き合いください。土曜版ということで、まずは選挙からお伝えいたします。選挙の前になんですが、ある視聴者さんからのサポートによりまして、先週の土曜日、あの日本人傭兵金子さんとお会いしてきました。昨年彼についてお伝えしましたが、その後が気になっていましたので、何よりもご無事ということで安心しました。まあお話をお伺いすると、逆にこちらが心配になるほど率先して前線で戦っておられたようです。詳細はお話できませんが、その道のプロなんですね。あのアブディエフカでも突撃偵察部隊に挙手して入り、選ばれた10名で戦ったそうです。思い起こせば、昨年11月の戦況をお伝えする際、ペトナーシュカがアブディエフカに小部隊で突撃したとお伝えしましたが、あの中に金子さんもいたとはまさに驚きでした。私は同世代なのですが、金子さんの死生観をお聞きすると、同じ世代とは思えないくらいで、まるでタイムスリップしてきた侍と話しているような錯覚を覚えたくらいです。まあ彼の決意は固く、止めるのは無理かもしれませんので、なんとか早くこの紛争が終結してほしいと心から思っております。それでは選挙をお伝えいたします。いつものようにフロリダのサーニャさんのテレグラムチャンネルから2月22日時点での前線の状況をお届けいたします。まずはヘルソン方面です。クリンキですが、先日ショイグ国防相がクリンキは制圧したとプーチン大統領に報告したのですが、ロシアの軍事特派員によれば、現在ロシア軍はこのクリンキには未だにウクライナ軍の20から40名の兵士が残っている模様で、現在一層攻撃が行われているとのことです。この地点ではロシア軍兵士が国旗を立てていますが、その後どこかへ走り去っていくという不可解な映像がありました。次のこの地点ではロシア軍とウクライナ軍の間で接近戦の銃撃戦が行われており、その映像をウクライナ軍のドローンが撮影しています。そしてドニエプル川西岸のアルゴーフカ近辺の川沿いでは対砲兵戦が行われており、ロシア軍が2発のファブで爆撃を行っております。次はザポリージャ方面ですが、現在ロシア軍はこの方向に部隊を集結させているという情報もあります。久しぶりのカーメンカの南方向のこの地点ですが、ロシア軍の第2突撃中隊第429電動ライフル連隊ストームクバイサが歩兵戦闘車両でウクライナ軍の陣地に攻撃を加えています。次はラボーチノです。ここではロシア国防省によれば、ウクライナ軍のいくつかの旅団にダメージを与えたとのことですが、一方のウクライナ国防省によれば7回にわたるロシア軍の攻撃を撃退したとのことで、どちらが本当なのかこれではわかりませんよね。ロシアの軍事特派員によれば、ラボーチノでは中心地と西側の奥地で戦闘が行われており、またベルボーボエではロシア軍が前進しているとのことです。そしてこの地点では陣地戦が行われているようですが、ウクライナ軍のドローンがロシア軍の歩兵に爆弾を投下している映像があります。次は南ドネツク方面です。この前線から奥に8キロほど入ったナバセルカの近辺で対砲兵戦が行われており、ロシア軍のランセットでウクライナ軍の大砲を撃破しています。そしてこの地点ではロシア軍の歩兵がウクライナ軍の拠点を攻撃している動画があります。ウクライナ兵が塹壕から飛び出してきていますが、その後倒れてしまいました。次はシェフチェンコの北側ですが、ここではロシア軍がウクライナ軍の陣地へ攻撃をかけ、歩兵戦闘車両数台で歩兵を送り込んでいます。まさに命がけで、やはり攻撃に移るとダメージも大きいといったとこでしょう。次はマーリンカの南のパベーダです。ここではロシア軍が大きく前進し、村を制圧しています。このパベーダを通る補給道路 O0532 は南にあるウグレダールへの重要な輸送路であり、ロシア軍がここから南下してカンスタンチノフカを制圧すれば、その南にあるウグレダールへの補給ができなくなり、ウグレダールの要塞が孤立化することになります。次はマーリンカの北部にあるクラスナガローフカですが、ここではウクライナ軍の兵器弾薬倉庫をロシア軍が爆撃しております。次はアブディエフカですが、前線図はこのようにすっかり様変わりしてしまいましたね。ここではラストーシュキノの東側の入り口でロシア軍が反撃を受けつつも、
装甲車両で兵を進めております。ウクライナの情報筋もこのことを認めており、ロシアの重隊がラストーシュキノに侵入し、ウクライナ軍第225独立突撃旅団に6台の歩兵戦闘車両と戦車1両で攻撃を加えたとのことです。戦車は逃してしまったが、戦闘車両数台には損傷を与えることができたとのことでした。次はバフムト方面です。ここではクラスナエ北部のこの地点でロシア軍がロケットランチャー RBU-6000 スメルチ2による攻撃を加えています。次はハリコフ方面のクピャンスクですが、前線から奥に7キロほど入ったこの地点でウクライナ軍の榴弾砲 M777 をロシア軍が撃破している動画があります。そして新興府下ではロシア軍がウクライナ軍の拠点に対し重火炎放射器システムソンツェピョックで爆撃を加え、大きなダメージを与えた模様です。以上のように未だに全体的にロシア軍の攻勢が続いている模様です。ということで、以上2月22日時点での前線の状況をお伝えいたしました。この動画をアップする日がまさに2月24日となりました。ウクライナ侵攻が始まってからちょうど2年が経ったことになります。これまでロシアが攻めた理由、マイダン革命とクリミア併合につきお伝えしてきましたが、今回はシリーズ第3弾ということでドンバス紛争を振り返りたく思います。ウクライナ紛争開始以降、日本を含めた G7 の国々ではこのドンバス紛争自体を無視しています。そのため悪の枢軸ロシアが自由と民主主義の国ウクライナに攻め込んだという完全懲悪のシナリオ通りを展開しております。しかしこの紛争の最重要ポイントは2014年以降の8年間の中身です。ここを無視していては本質は分かってきません。2022年4月6日付のリアノーボス氏によれば、この2014年以降ドンバス地方と言われたウクライナのドネツク州ルガンスク州では1万3000人以上の軍人、民間人、女性、子供が殺害されてきました。これだけの犠牲者が出てきたのに報道しない、これが自由と民主主義の国を自称するメディアです。先週お伝えしましたキエフでのマイダン革命勃発により、2014年2月22日に現職大統領ヤンコービッチ氏が追い出され、ウクライナにはクーデター政権が樹立しました。民族主義者やファシストと呼ばれる人々がキエフ政権の中枢に侵入し、ロシア語を禁止する法案などを出し、反ロシア色を鮮明にしたわけですが、この余波は地方にも波及し大きな不安を与えました。特にロシア語圏のウクライナ人が暮らすハリコフ、ルガンスク、ドネツク、ニコライフ、ドニプロペトロフスク、オデッサなどのウクライナ東部の人々の不安はピークに達しました。ウクライナ第二の都市ハリコフでは2014年4月6日ハリコフ州政府の建物を反政権側が占拠し、翌日議会への不信任案を宣言し、新しいハリコフ市議会を開催し、そこでハリコフ人民共和国の創設を発表しました。そして同じく4月6日にルガンスクでは現地の SBU ウクライナ保安局のビルを反政権の民兵組織が占拠し、武器倉庫にあった武器を奪取し武装します。そして同じ日にドネツクでは抗議集会後にデモ参加者らが地方評議会と行政府を占拠し、翌日7日には人民評議会を結成し、ドネツク人民共和国主権宣言、そしてドネツク国家独立宣言法を採択します。そして4月12日にはイーゴリ・ストレルコという人物が率いる文献隊と地方民兵がドネツク州のスラビャンスクの行政施設を占拠します。このイーゴリ・ストレルコフという人物が大きな鍵を握りますが、彼については後ほどお伝えします。マイダン革命後の2月23日から大統領代行を務めていたアレクサンドル・トゥルチノフ氏はこういった東部での動きを受け、次のように発言します。12日に起こったことはロシア連邦の対ウクライナ特別作戦の第2波であり、その目的は国内情勢を不安定化し、ウクライナ政府を打倒し選挙を混乱させ我が国を粉々に引き裂くことである。以上ですが、証拠もなくいきなりロシアの責任にしています。まあこれがキエフ傀儡政権の特徴で、外交的駆け引きなど全くなく、ロシアが悪なのだと常に国民の目を外に向ける戦略をこの頃から取ってきていました。さて当時のキエフ政権の内務大臣アルセン・アバーコフ氏はハリコフで ATO という対テロ撲滅作戦の実施を宣言し、反対派が占拠したハリコフ州行政府の建物を4
月7日の夜に放火します。火はすぐに消し止められたものの、翌日の8日には他の州から応援に駆けつけた特殊部隊が中にいた70名を逮捕します。この後3日間反対運動は継続した模様ですが、当局により結局は鎮圧されてしまいました。しかし実はこのアディーコフ内務大臣のハリコフでの対テロ撲滅作戦の実施は1週間ほど前倒しで行われており、キエフ政権内で対テロ撲滅作戦の開始が正式決定されたのは4月13日のウクライナ国家安全保障会議でした。この会議で対テロ撲滅作戦の開始が採択され、その後トゥルチノフ暫定大統領が署名し決定を下しました。そしてキエフ政権は4月14日からドンバス地方に対し本格的に対テロ撲滅作戦への武力行使を開始します。これがいわゆるドンバス紛争の始まりであり、ウクライナ国内の内戦の始まりです。この問題の本質はこれです。単なる内戦なのです。ロシアはもともと関係ありませんでした。それから約1ヶ月後の5月6日にマリウープリ西部で民兵と民族主義者大隊の間で最初の衝突が起きます。ウクライナ最高会議のオレク・リシャコフ議員の呼びかけで創設された大隊ウクライナとの戦闘で民兵が死亡します。リシャコフ議員はその部隊創設の理由をルガンスクとドネツクの内務省の警官たちが指揮を失い、その機能を果たしていないためとしていますが、この頃には地元の警官たちも反体制側につく動きが目立っていたようです。そして5月9日はソ連の対ドイツ戦の戦勝記念日ですが、ウクライナ治安部隊は平和的な年金受給者らも含めたデモ参加者たちに躊躇なく発砲し、多数の死傷者が出ました。それから市内でも武力衝突が始まり、反政権活動家が警察の建物を占拠し、アゾフ大隊を含めたウクライナ軍が建物を襲撃します。ここでも双方に多数の死傷者が出ました。アゾフ大隊のメンバーが地元の警察官や一般人を射殺したという残忍な事件です。結局アゾフはその後この地を制圧し、広大な土地に広がるソ連時代に建設された冶金工場アゾフスタリに自分たちの要塞を築くこととなります。このアゾフ大隊ですが、ご存知の方も多いと思いますが、2015年に米国議会でもテロ組織と非難されたほどのファシストの集団です。ウクライナの東部軍管区で2014年5月に設立されました。そのバックボーンとなる組織がハリコフでアンドレイ・ビレツキー氏により創設されたウクライナのパトリオットというファシズムの組織でした。ビレツキー氏は2011年に反ファシズムのジャーナリスト殺害事件に関与したとして実刑判決を受け牢獄にいましたが、マイダン革命後当時の内務大臣で元ハリコフ州知事のアルセン・アバーコフ氏が恩赦を与え釈放します。その後のマイダン革命でざわつき始めたハリコフやドンバス地方では、先ほどお伝えしましたように地元の警察なども反体制派の流れに従いつつありましたので、このまま行くと工業地帯つまりアゾフスターリまでも失うかもしれないと見たアバーコフ内務大臣が、この工業地帯に自分の会社を持っていたオリガルヒのコロモイスキー氏やリナット・アフメートフ氏を巻き込み、自身のフェイスブックで愛国者の募集を開始します。その結果受刑者も含めた血の気の荒い若者たちが応募し、またロシア、イタリア、スウェーデンなどの諸外国からも国家社会主義の信奉者などが集まり、アゾフ大隊が誕生します。公式名称は独立特殊部隊文献隊と呼ばれ、発足当時の2014年5月にはウクライナ内務省の特殊警察パトロールサービスの独立大隊でしたが、その4ヶ月後の9月には軍の連隊として配備され、さらに2ヶ月後の11月にはウクライナ国家警備隊に移管され完全に正式な軍隊となりました。こうして組織化されたアゾフ連隊はマリウポリの空港の一室に通称図書館と呼ばれる拷問室を作り、反体制派の住民たちを拉致拷問し、時には殺害してきた話は有名です。拷問のやり方も通常の人にはできないほど残忍なものですが、ここではそれは割愛いたします。この紛争が終わった暁には彼らの犯罪について情報公開されることと思いますが、生き残った被害者の話は聞くのも辛いほどです。このようにアゾフ連隊はその思想的背景から凶暴性は秀でていましたが、軍事的能力は実はそれほどでもなかったようで、2022年4月15日つまりロシア軍が侵攻からほぼ2ヶ月後にはアゾフスタリは陥落します。もちろん激しい戦いとなり両軍に多数の犠牲者が出ていますが、3月7日に周囲をロシア軍に包囲されてからは牢城戦ともなりましたが、最終的には多くのアゾフ隊員が投降して捕虜になっております。
そして同時にこの日はまさにマリウポリ市の市民が恐怖から解放された日でもあります。市民にとってはとても辛く長い8年間だったと思います。話を元に戻しますと、ウクライナ軍と国家警備隊は2014年7月28日までにデバリツェボという町を占領します。この町はドネツクから北東に74キロほど離れたドネツクとルガンスクの州境にある重要な鉄道拠点の一つでした。キエフ政権側としてはここを制圧することでドネツクとルガンスクを切り離し、北東側からドネツク市内に向けて攻撃を展開することができる非常に優位なポジションを占めるはずでした。しかしウクライナ軍はガルローフカとアルチエフスクの間の比較的狭い地域で前線を突破したものの、北と南の側面を確保することができませんでした。その結果、制圧した後は逆に3方面から反政権側に取り囲まれるという戦術的大失敗を犯してしまいました。詳細は割愛しますが、結果2月17日には反政府軍が制圧し勝利します。この際ロシア軍が援軍に入ったとする説も出ていますが、ロシア国防省はこれを否定しております。また現在のウクライナ軍の最高司令官シールスキー中将は2014年当時対テロ撲滅作戦の副司令官でして、このデバリツェボの大失態は彼が指揮していました。そのことから死の将軍を意味するゲネラルドゥベスチと呼ばれるようになったとの説もあります。ウクライナ政府軍のこの失敗が響いたのか、反政府軍との激しい戦いはこの時期を境に陣地戦へと移行していきました。しかし陣地戦に落ち着いたとはいえ、キエフ政権はドンバス地方への空爆や砲撃を継続して行っていきました。この2014年の戦闘開始以降、欧州安全保障協力機構 OSCE のウクライナ派遣団はウクライナ軍の分隊がミンスク合意違反となる戦車 T-64 を4両 BM-21 多連装ロケットシステムなどをアブディエフカ市内に持ち込んでいたことを発見。また9月にはドネツク住民5名が虐殺された事実を確認し、報告書に記載し公開もしていました。しかし西側の主流メディアはこれを取り上げることはなく、ウクライナで内戦など起こっていないというように、この悲惨な一般人の虐殺の事実を無視してきました。キエフ政権が国家主義者やネオナチ思想を持つ勢力で成り立っており、砲撃や襲撃、殺人、拷問、略奪などを行っているという証拠映像を反政権側が欧州人権裁判所に申請しようとしても、ドネツク・ルガンスクは非承認国家であるということで受け付けないため、国際対人犯罪情報グループ IGCP がその代わりに人権委員会や拷問禁止委員会、人権差別委員会、そして OSCE などと接触し事実を伝えてきたそうです。2014年3月にクリミア併合が実現しました。ウクライナ東部のロシア系住民たちはこれに大きな期待を抱き、ロシアへの併合あるいは永世中立として小さなスイス的な存在を目指して市民運動を盛り上げようとしました。オデッサでも2014年5月2日に独立した連邦制フェデレーションを求めるロシア系ウクライナ人らが抗議活動を行いましたが、キエフ政権が扇動化や過激派などを使い弾圧した事件、オデッサの悲劇が起きました。昨年の5月14日にアップした動画でもこの事件に触れておりますので、ご関心のある方はそちらをご覧ください。3分過ぎた頃に話しております。この時にオデッサの住民たちが語っていたのは、私たちの母国語はロシア語だということ、そして私たちはロシア人になりたいわけではない、ロシア語を話せるウクライナ人でいたいのだといったもので、要はロシア語の禁止を取り消せば大衆がここまで反対活動を行うには至らなかったものと思われます。そして彼らが求めたように米国のような連邦制を導入してもよかったと思います。しかしながら自由と民主主義の要であるはずのキエフ政権にはそのような民主主義的発想は毛頭なかった、まあスポンサーが許さなかったとも言えますが、このドンバス紛争というのはウクライナ内部の内戦だったことがお分かりいただけたかと思いますが、西側メディアは反体制派の背後にはロシアがいるという話をまことしやかにすり込んできました。これも今の戦争に至らしめるためのシナリオだったのでしょうか。冷静に事実を追っていけば、これはウクライナ国内で選挙ではない暴力により現職大統領を追い出すというレジームチェンジが起き、暫定政権がロシア語話者の国民に対し弾圧を始めたことで起きた内戦であると本質がすっきりとわかるはずなのですが、キエフ政権側、引いてはその西側スポンサーはロシアを何としてでも引き込みたかったという思惑が見て取れます。
またこのドンバス紛争では武器兵器装備を大量に持っているはずの政府軍が反政府軍に苦戦を強いられる場面も多くありました。先ほどお伝えしましたデバリツェバの戦いもその一例です。政府軍よりも反政府軍が強いということは反乱軍の背後にロシアがいてロシア軍が武器支援を行っているとキエフの政権は見ていたのかもしれません。ロシアとウクライナは一心同体でしたのでロシアの退役将校らがドンバス地方へ武器を供与したという可能性は否定はできません。ただそれと今の米国などがウクライナにやっているようにロシア政府がドンバスに軍事支援をしていたという可能性は低いように思います。またロシアの民間軍事会社や傭兵などが反政権側についた可能性も否定はできません。しかしそれは現在 NATO 軍の傭兵たちがウクライナで戦闘しているのと同じで傭兵が入ったからといって例えば米国英国が直接介入しているとは言えませんよね。国が兵を派遣したと認めれば相手国に対する宣戦布告となりますからね。まあこれと同じ理由でロシアはこの8年間に正規軍を送ったことはありませんでした。そしてもう一つ考えられる要因があります。まか不思議なロシア人の存在です。その人物はイーゴリ・ストレルコフです。本名はイーゴリ・ギルギン。1970年モスクワ生まれで祖父は母方父方とも第二次世界大戦の退役軍人で彼もその後軍事史の専門家になりますが経歴を見てみると戦好きなのか1992年にはモルドバ共和国からのプリドネストロビエ共和国独立のための戦いに志願兵として参加。1993年から94年の2年間はロシア軍に勤務していますがその後軍を辞めボスニアでセルビア側として戦闘に参加。その後は契約兵としてロシア軍に復帰しますが再び第一次チェチェン戦争に参加します。そして1998年から2013年までの15年間ロシア連邦保安庁 FSB の特殊部隊で働き第二次チェチェン戦争とダゲスタンでの軍事作戦に参加します。そして最後に彼は上官との衝突により大佐の階級で FSB を退職したことになっているそうです。ストレルコフ氏は昨年秋に過激主義の罪として逮捕拘束され今年1月に懲役4年の実刑判決を受けました。まあこの人の経歴を見ると参加していないのはグルジア戦争だけで常に戦っているイメージしかありませんが連邦保安局の大佐だったとの主張を否定する関係者もいますし正直この経歴がどこまで本当なのかはわかりません。ただこの戦争マニアのストレルコフ氏が2014年4月にドンバスに入ったのは事実です。彼は約50名の武装集団を引き連れロシアからドネツクに入ります。そして4月12日ストレルコフ指揮下の武装集団がスラビャンスクの行政庁舎を占拠しスラビャンスク市をドネツク人民共和国の管理下に移管すると発表しました。これはウクライナ東部における事実上初めての親ロシア派イコール反政権派による成功事例となりました。ちなみに親ロシア派という言葉はこのドネツク紛争で使われるようになり日本のメディアもよく使っておりました。この時に反政権派と定義しておけばよかったのかもしれませんがまあロシア語自体も親ロシアという言葉を使ってましたのでしょうがないかもしれませんね。話を元に戻しますとストレルコフ氏がスラビャンスク市庁舎を乗っ取った翌日にキエフ政権が対テロ撲滅作戦の実施を決定するわけですがそのきっかけを与えたのは彼の介入だったかもしれません。その後ドネツク共和国は彼を国防大臣として迎え入れこの後にストレルコフ氏はカリスマ的な存在となります。しかしそれも長くは続かずわずか3ヶ月後の7月にはストレルコフ氏はウクライナ軍の圧力を受けスラビャンスクを受け渡しドネツクへと撤退します。部下たちは彼を強く批判したそうですがドネツクを失わないために必要な行為だったと弁明したとのことです。その後彼はドネツクの首都で自らを軍の司令官であると宣言し市内に戒厳令を導入しましたが翌8月にはドンバスの全ての役職から辞任することになりました。その際ストレルコフ氏は私が去らなければ私の部隊が支援を受けられず共和国が破壊されるという問題があったと説明したようですが当時のドネツクの首相はストレルコフをドンバスの外に連れ出すために警備員が彼を縛り上げなければならなかったとまで語っており実際のところは追い出された模様です。この時期のドネツクもルガンスクもロシアからの援軍派遣を強く望んでいました。そこに元軍人で連邦保安局の特殊部隊の
退役大佐を名乗る人物が突然現れたのですから、反政府側は大喜びだったでしょうし、またキエフ政権側は脅威に感じたことでしょう。しかもストレルコフ氏はドネツクの国防大臣になった後、ロシア政府に対し東の国境から平和維持軍派遣を導入する可能性を含め、ドネツク人民共和国の住民を保護するために状況に応じた適切な措置を講じるよう求めたとのことです。まあ FSB の元大佐というのが本当だったとしても、これだけの威勢のいいことはなかなか言えないですよね。結局ロシアは動かなかったため、彼の実力がバレたのかもしれません。このストレルコフ氏はなかなか奇抜な人でして、部隊内で略奪を行った指揮官2名を1941年のソ連の戒厳令法に基づき処刑したり、兵士間の罵り合いを禁止する命令を出したり、ロシア帝国軍の伝統とキリスト教的価値観に基づいて軍隊を創設しようとするなど不思議な行動をとっております。そして彼が軍司令官をしていた際に、ドネツク上空を飛んでいたマレーシア航空の旅客機撃墜事件が起き、乗員乗客298名全員が死亡しました。7月16日に彼がドネツクに戒厳令を敷き、翌日の12日に飛行機が撃墜されています。ひょっとして彼が実行させたのか。ストレルコフ氏はハーグ裁判所から有罪判決を受けております。ストレルコフ氏はドネツクを追いやられた後、モスクワに戻ります。その後彼はボランティアを支援するノボロシア運動を組織し、 SNS を使ったジャーナリズム活動を始め、しばしばドンバスの指導部を非難し、またロシアの指導部が民兵を適切に支援していないことを批判しました。その後2015年から2016年にかけて彼は政治に参画しようとしますが失敗。その後は YouTube チャンネルや Telegram チャンネルを運営し、多くの著作を執筆しております。またストレルコフ氏は2022年8月偽造パスポートを使用して志願兵としてヘルソン戦線に行こうとしてクリミアで拘束されております。その後もう一度挑戦しますが再び拘束されました。あのワグナーさえも彼の入隊を拒否しております。まあ相当な嫌われ者だったのでしょうね。一方ドネツク州とルガンスク州で2014年5月11日にそれぞれの民族自決を問う住民投票が行われ、ドネツク・ルガンスク人民共和国の国家独立法を支持しますかという投票用紙の質問がロシア語とウクライナ語でなされ、はいと答えた回答者の数はドネツク州が 89%、 ルガンスク州が 96% でした。この結果を受け、ドネツク人民共和国暫定政府のデニス・プシーリン首長はロシアに向け生放送で演説し、ドネツクのロシア連邦への加盟問題を検討するよう要請します。なおこれに先立ち、ロシア大統領府は次のように回答していました。モスクワはドネツクとルガンスク地域の住民の意思を尊重し、住民投票の結果の実行がキエフの代表者とドネツク・ルガンスク代表者たちの対話を通じて、いかなる暴力も再発することなく文明的な方法で行われることを基礎とすることを望んでいます。結局このプシーリン首相のメッセージに対してロシアは反応しませんでした。実はこの住民投票が行われる4日前の5月7日、プーチン大統領はドネツクとルガンスクの反政府組織に対し、5月11日の住民投票につき次のようなメッセージを発していました。最も重要なことは、今日のキエフ政権とウクライナ南東部の代表者との間の直接的な対話を確立することであり、その中でウクライナ南東部の代表者らはウクライナにおける法的権利が保障されることを確認することができると我々は信じている。そしてこの点で私たちはウクライナ南東部の代表者、国の連邦化支持者に対し、この対話に必要な条件を整えるために5月11日に予定されている住民投票を延期するよう要請します。以上ですが、これに続けてプーチンさんはロシアがウクライナ国境から軍隊を撤退させたとも付け加えています。もしどこかのロシア専門家や自称保守系の人間が言うように、プーチンさんに領土的野心があるのであれば、ここでプシーリン首長の要請を受け入れたことでしょう。プシーリン首長としてはクリミア併合の時のようにドンバスも併合してほしい、その気持ちはよくわかる、しかし西側を含めたミンスク合意の準備が並行して行われており、平和的手法でこの問題を解決することに焦点を当てているのだから、もう少し冷静になり少し辛抱してほしいというプーチンさんの思いが伝わってくるようでした。話をストレルコフ氏に戻しますと、私はどうも彼が武力衝突のトリガーの役割を果たしていたように思えてなりません。キエフ政権としても
最初は攻撃に対して躊躇していた感があります。そこにロシア軍のエリートを匂わせる人物が突然やってきて、反政府側の味方をする、ロシアが絡んでいるのではと両サイドに思い込ませる、このインパクトは非常に大きかったのではないかと思います。しかも彼の言動は当時のプーチンさんの発言や国の方針に則っていません。どうもこのストレルコフ氏には今日本で話題沸騰中のナワリニー氏と同じ匂いがするように私には思えてなりません。ナワリニー氏についてはまたお話ししますが、まあこのストレルコフ氏を送り込むことで誰が一体得をするのかといった観点から考えると、答えは当然ながらやはりあの国のあの勢力ではないかと考えられます。もちろん信じるか信じないかはあなた次第です。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネルの登録とお友達やお知り合いへの拡散もよろしくお願いいたします。